日本東京都江東区平野平野は東京都江東区の町名。現行行政地名は平野一町名から平野指定名。郵便番号は135-0023。東京都江東区の北西部に位置する。深川地域内にあたる。北で三好東で仙国、南で深川、冬木及び木場、西で成長と隣接する。域の東辺を横川。 南辺を仙台堀川と接し、東部では木場公園が広い面積を占める。町域西側から平野一丁目、二丁目、三丁目が続き、東端に平野四丁目が並ぶ。一点二丁目には日蓮州の寺院が多く並ぶ。元禄十四年、江戸幕府の命により埋め立てられ、町屋が置かれた。江戸名所図によれば、深川平野町に、 杉山三風の最大暗があったという。江戸時代の名主、平野人志郎長久の生が由来とされる。2019年6月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。西辺を通る清澄通り地下に都営地下鉄大江戸線が通るが、駅は設置されていない。東京メトロ、 半蔵門線、都営大江戸線清澄白川駅、東京メトロ東西線、都営大江戸線門前中町駅及び、東京メトロ東西線木場駅が、最寄り駅となる。町域内西辺を南北に通る清澄通りに、平野一丁目バス停が置かれ、以下の路線が停車する。ありがとうございます。